じゃあ最後に、ちょっと、まあ、皆さんね、まあ、ペルソナを、まあ、もともと知っていた方、そして新たに、まあね、こうペルソナを知った方、多分キャラクターをこうやってご覧になられた方もいると思うんですよね。はい。これマウスクリックすると音がね、消えちゃうんで、ちょっとね、これを聞きたい方には申し訳ないんですが、アンケートをちょっと取らせていただきたいなと、はい、思います。はい。なんで漢字で止まったかっていうと、僕がね、皆さんの真のヒロインは、漢字ほら、な、うん。なんか、ああ、お疲れしたみたいな感じでいいわ、俺。じゃ、まず、あれ、どうしようかな。まず、ちょっと一回、この、まずこれから。マリーは抜くわ、一旦。まず、ちょっとこの4人で行かしてもらうわ。うん、まずは。まずはね。うん。だってこっからプラスアルファでちょっと入れちゃったりすると、ちょっとわけわかんなくなるところもあるんで、一旦ね。そう、一旦。いや、一旦ちょっとパーティーメンバー。うん。パーティーメンバー。そう。パーティーメンバーの中で、まあこう、人気投票をね、ちょっと一度受けたいなと、はい、思います。じゃあ締め切りますよ。いいですか？ 5、4、3、2、1。締め切ります。1位、リセチ34%。2位、ナオト28%。チエ25%。3位。ユキコが4位で14。でも、これ、でもよく見たら、いい感じにばらけてるわ。うん。いい感じにばらけてると思うぞ、これ。決して、ユキコは、なんかこう、悲しむことのないレベル。これは。うん。まあ、ということで、ここからは、まあ、ペルソナに出てきた。で、これ項目が全部入んないんですよ。なので、僕の独断と偏見で、入れさせていただきます。みんな、誰が好き？一人しか入れられないとしたら。ちょっと待あー、とりあえずパーティーのメンバーは入れた方がいいから、で、あと、これどうしようかな、マジで。11人ぐらいしか入れられないから、限られちゃうな、これ。俺の独断と偏見でいるな。どうしようかな、あと。誰入れようかな。いや、ちょっと待って、これで最後か。多分これで最後かな。あと一人どうしようかな。これどうしようかな。あと一人迷ってるわ。これ一人迷ってるわ。だってこれ、1、2、4、3、10、ん？ 4、3、12人しか入れられないんだよ。12人しか。バカ、俺、漢字入れてなかった、最悪。よかった。最後は漢字です。すいません、よかったわ。漢字入ってなかったわ、今。危ねえ。ごめん、マジで入れてなかった。今入れました。それではアンケートです。すいません、ちょっとね、数が限られるんで、12名しか入れられませんでした。皆さんの、ペルソニアンからの、意見を聞かせてください。はい、開始。漢字完全に忘れてたわ、今ここにいるのに。ここにいるのにね。
昔はここに喪服のババアとかいたんだぜ。ああ、いやもう選ぶの難しいのは分かりますよ。うん、選ぶのは難しいし、ね、もしかしたらここには節制のコミュニティの、なんだっけ、節制のコミュニティの人、なんとかなんとかです、なんだっけ名前、あの人、節制のなんとか南エリです。そう、エビハラもいないし、モロキンもいないし、ババアもいないし、吹奏楽、吹奏楽って誰だ、吹奏楽の人なんていたっけ、永瀬もいないし、あ、演劇部じゃないと、そっか、別の人なんだ、へえ。大谷もいないし、じゃあ締め切りましょう、行きます、じゃあ行きます、行きますよ、締め切りますよ、締め切りますよ、締め切った、熊で締め切った、1位、わ、陽介だわ、マジか、1位陽介なんだ、え、同率どこだ、あ、七子と陽介なんだ、うわ、でもこれはね、ちょっと分かるまであるんだよな、これ、うん、これ分かるんだよな、まあ、陽介はね、やっぱ良かったわ、本当、相棒悪、なんていうのかな、その、うん、男のなんか相棒の中でめちゃくちゃ良かったと思う、本当、うん、でマリーで、同率ではない、4位はリセチ、もうやっぱここでもね、うん、5位が漢字なのか5位が漢字がやっぱ来て、じゃあ俺はやっぱみんなの中では5位なのにもかかわらず僕は育てなかった、これは僕に非があるんですね、これね、うん、で足立もか、ここで、うん、足立もあって、で656だから7位が直人、うん、8位が千恵ちゃん、9位あ8位が同率で堂島さんと千恵ちゃんか、で10位がゆき子か、ゆき子くま、ゆき子くま、ユキコとクマ一緒なの？あんなにね、なんか火の魔法でね、花ホムラとメディアルハンでね、メシアライザーでかなり頑張ってたんだぜ。なんか逆にこのデータを見たらユキコがかわいそうになってきたわ。ヒロインの中でも最下位、全体の中でも最下位、なんで？その考察は、まあ、やっぱりちょっと皆さんの主観のね、頭の中を聞かないと分かんないんで、ちょっとなんとも分かんないんですけどね、これ。あ、ごめん、さよこがいたか、ごめんごめん。さよこか、失礼失礼。もう見えてなかった。うん。まあ、さよこはまあしょうがない。さよこはまあ分かるよ。うん、だって、コミでしか、ね、話さないし、最後フルボイスじゃなかったし、しかも。うん。ね、あんなに、ちょっとこうやって、ね、最初近づいてきて、いいことしてあげるってなったんだけど、最後真面目だったなと思って。わかりました。はい。まあ、ということでね、ペルソナ、あざした、アンケートも取らせていただいてよかったです。さあ、まあ、今日はね、これでちょっとおしまいにして、しようかなと思うわ。